たちゃはお、こんにちは、シャンメイです。本日はファイナルファンタジー14グレンのリベレーター編第99回配信を撮っていきたいと思います。寄り道をずっとしておりますが、あ、服変えてきました。なんか石があると寒そうなので、今日はですね、ちょっと新しいお友達を出していきたいと思います。ミニ・アレキサンダーさん。ミニオン10、青の手が開発した縮小実験機。そこに足があったのか。あ、あとでこの辺も出してるのかな。ニエンリスト。青の手が機工場の構造を学ぶために開発した教育的縮小実験機。この機体を見たもの全てが一様にそこに足があったのかと驚くことから教育的価値は非常に高いと思われる。素早く動く様にはどこか恐怖を感じる。足？これ？シャカシャカシャカおお、じゃあ出しますか。宮内さんです。あ、うん。雲っぽいかな動きが。あれ、なんかイメージと違うな。撫でる。餌をあげる。あ、気まま。自由。よし。じゃあ今日はこのミニ・アレキサンダー君と一緒に頑張っていこう。よし。じゃあステファニビアンさんに報告からですね。レベル50クエスト報告。シャンメイ、お疲れ様。今回は苦しい戦いだったけど、君の的確な行動のおかげで勝利することができたよ。おかげで俺は名実ともに工房の長になれた。これからはもっと自由に積極的に活動しよう。工房長としての記念すべき初仕事として、機構兵装を改良してみた。今回の礼も兼ねて君に受け取ってもらいたい。模擬戦での反省を生かしてみたのさ。さあ、君なりに駆使して貴公子の名を高めてくれ。この技も2個チェックコンプリート。ステファニーアに貴公兵装が解除された。アクションズ2個チェックということで、コートの貴公子アチューメント開きましたね。とりあえず次のクエストもまあ出てるので受けていきますか。レベル50クエスト9点。両外の決裂。スカイスチール機構部のステファニビアンは祝賀会を催そうとしている。やあ、シャンメイ。模擬戦に勝ち、教皇庁のお歴々に貴公子の存在を刻み込めた。父上から工房を任せてもらえたし、いい風が吹き始めている。デダル・グランシュから要請された共同作戦にも貴公子を参戦させる旨を父上に返答してもらった。まだ共同作戦の詳細はわからないが、デダル・グランシュのことだ。俺たちの評価を貶めるため辛い役割を押し付けてくるだろう。だがここで活躍すれば貴公子の名はさらに高まる。実戦で戦果を上げれば教皇庁からの資金援助も増え、より強力な新兵器の開発も行えるはずだ。何としても作戦を成功させるため入念に準備をしよう。その前にまずはさっきの模擬戦の縮小会と行こう。皆へのねぎらいとついでに俺の工房長就任の祝いだ。ジョイとロスティン・スタルを呼んできてくれるかい。ジョイはまだ屋敷の仕事の時間だから、まずは仮想で指南役を探してみてくれ。貴公子のスキル回しまだあんま分かってないから、戦闘に入る前にちょっと一回ここでやめにしようかな。戦闘に入るなと思ったらちょっとそこまでにします。ではまず指南役さんを探しに行こう。だって普通に工房を出たら見えるとこに指南役ロスティン・サルさんいらっしゃいましたね。何、模擬戦の縮小会を工房で開くって。俺は感染していただけだし、参加は遠慮しておこう。そんなつれないことを言わんでください。指南役のおかげであっしらは勝利できたんです。平民でも騎士たちに勝てることを示せて自信がつきました。俺は銃の取り扱いを教えただけだ。勝利と自信をつかみ取ったのは自分自身さ。堂々巡りになりそうだからそういうことにしときましょう。とにかく祝賀会には指南役も出てもらえますからね。とはいえジョイが来ないことには会も始まらんでしょう。おそらく今は屋敷の仕事中のはずです。アインハルトの旦那に祝勝会だと頼めば特別に仕事を切り上げさせてくれるかもしれませんよ。ただジョイには内緒で旦那に直談判した方がいいですぜ。あの子は仕事を半端にするのを嫌がりますから。そうだな。ただでさえ屋敷の仕事と貴公子の掛け持ちをしていることに負い目を感じているようだからな。旦那ならお屋敷にいらっしゃるはずです。指南役はあっしが責任を持って工房へお連れしときます。よし、じゃあジョイさん探しに行ってきますか。さて、アインハルト伯爵のところまでやってきました。それで話を。なるほど、工房で祝勝会か。それでジョイを探しに来たというわけだな。ちょうどいい機会か。祝賀会の前にみんなに話さねばならないことがある。今から工房に出向くので君も来てくれ。え、なんかジョイさんの件かな。なんか秘密があるのかな。じゃあ工房までワープです。さて、スカイスチール機工房までやってまいりましたか。どうしたんだろう。これでみんな揃ったな。模擬戦での見事な勝利、ご苦労だった。祝賀会と聞いたが、その前に伝えておきたいことがある。なんだよ父上、改まって。突然の話だが、ジョイが結婚した。え？ほう、そいつは驚きだが、めでたい話だな。待ってくれ。そんな話聞いてないぞ。それじゃあジョイはもう。ああ、すでに荷物をまとめて屋敷を出て行った。結婚したのだからもう工房にも顔を出せなくなるだろう。銃も屋敷に置いていった。結婚したのは分かったが、それと屋敷や工房から離れることがどうしてつながるのだ。コートでは屋敷の使用人は未婚ってのが相場なんです。ジョイのように結婚を機に働いていた屋敷から離れる者は少なくありませんよ。模擬戦に勝利し、ようやく貴公子が注目され始めたこの大事な時期に腕利きを失うなんて。家庭の事情のようで突然決まったそうだ。めでたい話なのだからジョイの門出を祝福してやろう。お前たちにはゼーメル家との共同作戦が控えている。健闘を期待しているぞ。なんかそんな気分じゃないんだけど。ジョイ抜きでゼーメル家の共同作戦なんて無理だ。なぜ最後の挨拶もなしに姿を消してしまうんだ。家庭の事情ね。さてはジョイの親父が何か問題でもやらかしたか。セレスト、ジョイの父上を知っているのか。はい、昔からの漁師仲間です。あっしが工房に入ったのもジョイの親父からの紹介でした。娘がいい働き口を見つけたぞってね。ならば父上からジョイの行方を聞き出してくれ。ジョイの結婚相手次第では夫婦で工房に迎え入れよう。了解でさ。ジョイ抜きでゼーメル家の作戦に参加するなんて恐ろしすぎてあっしらも願い下げです。万が一ジョイが戻らなかったら、いや今さら作戦から逃げ出すこともできまい。指南役は他の貴公子たちの訓練を頼む。ああ、受けたまわった。ただし特別手当を要求するぞ。ただし特別手当を請求するぞ。祝賀会は一旦延期だ。ジョイが戻らなければ君の負担が増すことになる。これまで以上に鍛錬を積んでおいてくれ。ジョイ、戻ってきてくれるよな。急遽了解の決裂。次のクエストはレベル52以上でスカイスチール機構後のステハニビアンから受注可能です。今後の貴公子のジョブクエスト受注条件はコンプリート後のジャーナルで確認ということで、どうしようかな。56だから受けれることはないがね、装備品がしょぼいんだよねまあとりあえず話だけ聞いていこうか。レベル52クエスト壊滅青き理想。スカイスチール機構後のステファニビアンは冒険者に頼みたいことがあるようだ。来てくれたか、シャンメイ。実はジョイだけでなくジョイの父親まで行方が分からなくなっているらしい。え？セレストに調べてもらっているが有力な情報はなし。今は続報を待ちつつ開始日が迫っているゼーメル家との共同作戦の準備を進めるしかない。現在ゼーメル家はファルコンネストの改築を進めているが、その作業をたびたびドラゴン族に妨害されている。近く予想されるドラゴン族の侵攻から作業中の防壁を守るのが共同作戦の趣旨のようだ。おそらくアインハルト家の戦力は最前線に出されるのだろう。俺たちが活躍すればドラゴン族は撃退されるし、下手を見れば貴公子の評価を落とすことができる。ペダルグランシュにとってはどっちに転んでもいいわけだ。だが俺たちには失敗が許されない。少しでも作戦の成功率を上げるため C 兵器を開発したい。そのための材料集めを手伝ってもらえないかな。一気に開発を進めるには先進技術の流用が手っ取り早い。カストルムセントリーに侵入し帝国軍のコンテナから魔導兵器の予備部品を3個ほど持ち帰ってくれ。じゃあカストルムセントリーまで行ってきますかね。さて、やってまいりました、帝国軍基地。こちらですね、カストルムセントリー。さあ、帝国軍のコンテナを漁る前に、どっちにしようかな。これ、この2点、マンダビルブゴールドソーサーにて交換してまいりました。じゃあ、アダマンタスホイッスルでも使っていこうか。アダマンタスを呼び寄せるための小さな笛。どんな感じかな。マウントリスト。おう、アダマンタス。近東のサベネア島原産の巨大陸亀。野生化したアダマンタスの有効利用策としてウルダハで家畜化が進められた結果、打獣としての訓練に成功。さらに呪術師ギルドによる古代魔法再現実験により飛翔能力さえ身につけたなるほど、鳴き声はドスンドスン、鳴き声じゃなかった。効果音。おお、あ、ちょっと象みたいな扱いなのかな。飛べる。え、飛び方がおかしい。おお、目が回るな。よいしょ、分かった。アダマンタス君、またよろしくな。防御力がダメだな。今度こそ。大丈夫か。この辺、ああやりづらい位置。とりあえず一回ここに降りよう。あ、ここ降りれない。この隙間も降りれる。いたんだ君。結構下手されるな。ちょっと装備品考えなきゃ。よし、間違えた。ライターもうちょい回復してほしいな。これで3箇所かな。というわけで、あとは戻る感じかな。というわけでイシュガルドまでもう一回戻りますかね。さて、イシュガルドのスカイスチール機工房までやってまいりました。これ報告したら、いや、報告になってないのまだ。ステファニアさん、ジョイ不在の今、君だけが頼りだ。カストリム戦闘に侵入し、帝国軍の本土だからバトル兵器の予備部品を3個ほど持ち帰ってきたよ。はい。ありがとう。これらを調べれば開発が加速しそうだ。あとはジョイの帰りを待つばかりだが、頼む、彼女の捜索を手伝ってくれないか。なんでも、イシュガルド運務街の情報網から、セレストが締め出されたらしい。誰かが裏から糸を引いている可能性もある。君も凄腕の漁師であるジョイの父上について運務街で行方を尋ねてみてくれ。じゃあ運務街まで行きたいところですが、今回はここまでにしておこうかなと思います。ご覧いただきありがとうございました。また次回配信でお会いしましょう。次回は運務街からスタートしているかと思います。では失礼します。